したいと発言したのでした。法務寺という文化遺産がありながら、それが活用できていないというような大きな問題ではなく、そのチャレンジすることによって、その県民との周辺地、市町村ですね、それとのつながりというのが出てくる。しかし、理解が上自体が歴史性が不確定と判断したばかり、その課題については、外務省が退会したという経緯があったんですけども、はい、